海上保安庁大型巡視船巡航型3番艦弓張が浸水したとの情報をキャッチしました。今回は、この大型巡視船弓張浸水式を詳しく見ていきますね。尖閣への大型巡視船強化は、本当に頭が下がります。が、まだ、巡視船の数が足りないのも、事実、170億円建造費で、海上保安庁はよくやっています。あなたは知ってました。2023年2月21日、海上保安庁のヘリコプター搭載型の新型巡視船が、建造中の三菱重工業者の下関造船所で浸水を迎え、巡視船、弓張と命名されて、その巨大な船体で日本の海への第一歩を踏み出したことが報じられた。巡視船、弓張は大型でヘリコプターを2機搭載して運用することが可能なタイプの巡航型巡視船であり、1番艦、巡航、2番艦、朝凪に続く3番艦として建造が進められてきたものである。海上保安庁における巡航型巡視船は BHL パトロールベッセルラージウィズヘリコプターに分類され、同庁の所属の船舶の中でもヘリコプター2機を搭載できる点でも最大規模の船舶に相当する大型艦である。巡航型巡視船は今回の3番艦、弓張を含めて3隻すべてを三菱重工業者の下関造船所が建造を担っており、1番艦の巡航は、すでに、2020年2月に、鹿児島の第10管区保安本部に、配属が行われている。2番艦の朝凪は、昨年2022年6月に、浸水を迎えており、3番艦の弓張と、同様に、この2023年度中には就役する予定とめされており、巡航型巡視船の建造費は、1隻あたりおよそ170億円強と公表されている。海上保安庁の大型軽巡視船といえば、総トン数で7300トンを超える黎明型がよく知られていると思うが、同型は、軍艦と同様の頑丈な構造を備えることもあり、1隻あたりの建造費はおよそ260億円強と高額であった。そのため、巡航型では、建造費用の低減もポイントとなっており、商業用の船舶と同様の構造を採用することで、コストダウンを目指し、戦術したような金額を実現、イメイ型に比べ、3分の2ほどで収めることに成功している。そうした経緯を持つ巡航型巡視船は、総トン数で6742トン。全長で約 140.0 メートル、最大幅で 16.5 メートルの船体を持ち、ディーゼル機関4機を組み合わせた CODAD 方式を採用、最大で3万6000馬力、25ノット以上の速力を確保している。巡航型巡視船は、排水量が大きい故事にも比例して、海上保安庁の巡視船の中では、兵装も充実しており、主兵装には、スウェーデンは、ボフォース社製の70口径の40ミリ、単装機関砲1機を装備している。これに加えて、巡航型巡視船は、副兵装としては、アメリカは、ゼネラルエレクトリック社製の20ミリ、の M61 バルカン砲2機も備えており、海上保安庁の巡視船の中では、最も重武装が施された船の一隻だと言ってよいだろう。また、巡航型巡視船の最大の特徴でもある、ヘリコプターの搭載能力は、エアバスヘリコプターズ社製の EC-225 シュペルピューマ MK、IITAS を、2機収納カレナ格納庫を備え、配備自体も、常時2機を搭載する運用とされている。こうしたヘリコプター2機にプラスして、巡航型巡視船では、4隻の小型艇も搭載しており、これらを使用した複数の任務への対応が可能であり、合わせて、
他の小型の巡視艇等へ補給を行える支援機能も果たす船舶でもある。巡航型巡視船が、こうした、いわば母船機能とでも言うべき能力を付与されている理由は、年々高まっている中国側からの圧力に対抗するための処置であり、具体的には、尖閣諸島の周辺海域における警備力の強化である。今回進水を果たした巡航型巡視船の3番艦、弓張も、すでに尖閣諸島周辺を警備する専従班に配備することが決定されており、その領域への侵入を常態化させている中国海峡局の船舶に対抗することが企図されている状況だ。尖閣諸島の周辺海域は、海上保安庁の組織においては、第11管区海所保安本部が管轄しており、そこでは、沖縄方面の東シナ海や太平洋、フィリピン海の警備を手掛けるもので、本部は、沖縄本島の那覇に置かれている。海上保安庁の中で、この第11管区海所保安本部は、最も多い人員と船舶等の装備を有する本部であるが、その管轄領域内に尖閣諸島を持つため、その領有を中国及び台湾が主張していることから、特に警備体制を強化している。中国や台湾が尖閣諸島を自国の領土だと主張するようになったのは、1971年以降のことだが、ことに2012年に日本政府がその国有化を行って、以後、中国側は自国の海峡局の船舶のその方面への進出を強める動きに出ている。それは、尖閣諸島が日本の領土ではないという中国側の主張を周辺国や世界的に発信する意図を持った行動だと考えられるが、小石原慎太郎氏は、尖閣諸島の東京都への編入を打ち出して、以後、中国の強硬路線は強まった感がある。結果として、政治的には、尖閣諸島は、東京都への編入ではなく、日本政府が国有化して、現在に至っているわけだが、中国側の侵入を警戒して下した決断が、なお、一層、中国側の同諸島に対する意識づけを明確にさせてしまったことは事実だろう。そして、そうした中国側の動きに合わせて、日本側も、尖閣諸島の警備体制を強化せざるを得ず、2013年以降は、尖閣諸島の周辺の領海に対し、専従での警備体制を敷くことを余儀なくされ、12隻の巡視船による部隊が組織された。こうして組織された尖閣諸島の周辺の領海に対する専従警備体制は、3年後の2016年2月には、一旦の完了を見たが、中国海峡局は、海上保安庁の船舶をはるかに上回るペースで増加を続けており、侵入の頻度も増加の一途をたどっている。海上保安庁側としては、尖閣諸島の警備を強化するにあたっては、石垣島からも、同諸島までの距離があることから、一定以上の規模を持つ船舶でなければ、同海域に、長期間とどまっての任務を行うことは困難なため、大型の巡視船を増加させている。その一環として、今回の巡航型巡視船の3番艦の弓張の進水も位置づけられており、船体自体が大型で高い汎用性を備える巡視船を、尖閣諸島の周辺の領海に対する専従警備体制の部隊に追加する最大の目的となっている。すでに、2012年度の時点では、第11管区海所保安本部に配備されていた大型の巡視船は、7隻だったものが、3倍増となる21隻体制にまで拡充されつつあるが、中国海峡局の船舶の増加数には、全く追いついていないのが実情だ。
昨今の中国海峡局は、組織の改編に伴い、軍事警察の傘下の組織となっており、配備されている船舶も、それに準じても、もともとは、中国海軍が運用していた水上戦闘艦の移管も行われ、中には、76ミリ、モノ主砲を搭載したものまで存在している。それらの中国海峡局の船舶は、4隻で、一つのチームを組む運用が確認されており、尖閣諸島の周辺海域に、日本の船舶が現れると、集団で、その行動を妨害する動きを加速させ、事実上、日本の漁船の自由な操業を困難にしている。そうした現状にあろうことか、日本の海上保安庁の対応が、弱腰であるとの批判の声も、一部からは上がってきているが、この尖閣諸島の問題は、国家主権をかけた純然たる政治課題であり、現場の海上保安庁の判断に着せられることでないことは明白だろう。中国は、こうした尖閣諸島に止まらず、台湾や南シナ海においても、その領有を主張して、周辺国との圧力が絶えないが、経済力を背景に、海軍や中国海峡局の増強を続け、その実力をもって、自らの主張を押し通そうとしている。にもかかわらず、なぜか、日本の大手のマスメディアの中には、未だ露骨な反米、親中の思想やイデオロギーを声高に叫ぶ、人物たちの主張を繰り返し掲載するものがあり、未だ、その傾向はやむことはないと、実感させられる。個人的で主観的な意見を述べることを許してもらえるのならば、仮に、イデオロギーの問題は置いておくとしても、中国の肩を持つことが、一体、何の得を日本にもたらすことのになるのかと、その真意を問わずにはいられない。